それでは横山武史にお話を伺いますすよろししくお願いままずは前走形成杯2着、レース前のイメージ、そしてレース中の感覚などを含めて、どういう振り返りでしょうかそうかそですねあのまずはちょっとこう気持ち的に難しいところがあるので、あのその辺を開始馬から気をつけて、あのもちろんいろいろ競馬の中で覚えさせて、その中で勝てることが最高だったんですけど、ちょっと僕自身もあまりうまく乗れなくて、ちょっと結果を出せなかったのは申し訳なかったです。 こ気持ち的的にに難しいといとううは具体的にどういうこと、まあ、新場北海道で降ろしたんですけどその時からこうあまり人の指示に対して言うことを聞かないといいますかちょっとこうなかなか、えっと、こちらが思うような、えっと、指示を出してもちょっとその指示どおりにいかないことが結構多くて、まあ、ちょっとねあのまだちょっとまだ難しいところもあるんですけどあの少しずつ成長してきてます。 今ちょっとお話ありましたけどもそのレース後、一周前折り切りも乗られて今日も乗られてという中ですけれどもそのあたり手応えとかはどうですか、はい、一周前折い切りはちょっと少しあの重く感じたのであのかなり強めにやりました、えっと、それの効果もあったのか曽害一生追切りはあのすごく動きがつかるくなっていましたし何よりあのキャンターを下ろしたときからの雰囲気がすす。ごく良かったですあの終わった後、調教師の先生とはどういう話をされたんでしょうか。 まああの今、話した通りあり、やっぱり1週前からだいぶ良くなっていると、あのハミの取り方もあの不必要な力を使うこともなくあの、走れているので、その辺もすごくよくいいですという話をさせていただきましたあのデビューから参戦、ここまですべて乗られてますけれども、そのデビューから成長している部分というのは、どういうところに感じていらっしゃいますか、まあ、まだ成長段階ではあるんですけど、あの気持ちの面があがかなり良くなったなと感じてます。まあ、それぐらいちょっと新の時は えとかなりジャージャャったので、はい、ちょっとずつコントロールもついてきてというそうですねあの、もちろんまだまだあの油断はできない状況なんですけど、あの状況の内容もいろいろやれることが増えてきましたし、あの一歩一歩ですけど、確実に成長していってくれてるのかなと思いますあの過去のレースを見ていると、やっぱり魅力は末足にあるのかなというふうに思うんですが、そのあたり、当日のレースプランというのはどうお考えでしょうか。 そうですね、あのまあ、僕としては別に末脚がすごいというよりはあの、シンプルにちょっとまだこう後ろが筋肉が突ききってなくてゲー,ト取れないあのゲートでポジションを取れないだけで結果的にしまい伸びているだけなので別にポジションを取る競馬でも全然できる馬だと思ってます皐月賞はあのご自身にとって連覇がかかるレースになりますけれども、そのあたりの意識というのはいかがででしょうかそうそすね、まあ、個人的には結構相性のいいレースかなと思っているので、あのまたアーバンシックと。 皐月賞取れるように頑張りたいと思います。最後、応援してくれるファンにメッセージをお願いいたします。はい、ええー、とまあ。まずはちょっと無事に怪我なく回ってくることが、やっぱ人馬ともに大丈大,大事なことだと思いますので、まあ、そ,それはもちろん大事なんですけど、それを。意識しつつ、しっかりと結果を残せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。